すみません、ご紹介預かりました及川です。つくばにあります、えー、と産業技術総合研究所というところに勤めて火山の研究してます。で、えー、と一般の人普通の人が、ね、これ地球科学の、えー、と人たちには産業技術総合研究所で火山の研究してますという方法と思ってくれるんですが普通の人なんで産業って名前ついてるところで火山の研究してるのって大いの方多いと思います。 これはですね、研究所の名前、こういう名前がついてるんですけど、私たちの研究所の中には地震や火山、あと地質学の研究ですね、ということを行っているものがかなりの数いまして、おそらく地質学者の数としては、日本で一番ありいる研究所ですで。研究所自体がものすごく多いので、地質の研究所というわけではないんですが、そういう研究所だということをこの機会に覚えておいていただければと思います。ささてさて えとこの中であの火山に登ったことのある人っていうのはどのぐらいいるでしょうかね。ハイキングとかそういうのも含めると登山っていうのは日本の中でポピュラーなスポーツだと思うんですけども私も大好きですあの。日本の火山っていうのはですね、えー、と結構、えー、と登山の対象になってる山が多くてですね 例えばあの深田久弥さんって方が選んだ「日本百名山」ってテレビとかでよくやってますねあのそこに登ったとか最近はあのものすごい短い時間で百名山全部登るとかいう番組をやってますけども、まあ、そういうふうな日本百名山と呼ばれるような日本の名山の中で約半分49は火山なんですねでそのうち34は活火山と呼ばれるあの噴火するかもしれない火山です。 でちょっとまあそれ日本中の,あの活火山の,あの図の中に落とし込んでみますと、まあ、ここの赤で示したものが百名山ので活火山である火山です。でそれ以外もですねあの国立公園や国定公園の中にはあの数多く火山がありまして青で示しているのがそういう百名山に選ばれてないけど国立公園や国定公園の中の火山です。であと多分山に登るのはことはないあの山登のるのは嫌いだって人でも温泉には行ったことあると思うんですね。 で温泉っていうのはあの日本、えー、と多くの場合は火山で、えー、と火山によって作られてるものですので、まあ、あの日本にいる限りは火山の恵みを受けてと、まあ、いうことがよくわかると思います。でそういうわけであのぜひきょあの今日の話の中であの火山に親しみを持って火山っていうのはどういうものかっていうのを理解していただければと思います。さてさて、えー、とではその水蒸気噴火に入る前にそもそも火山噴火ってどういうものかってついてお話ししたいと思います。 えっとまあ皆さん噴火って言いますとこういったあの火口からですねあの木木煙を上げてで場合によってはこう,いう赤いものがブワーッと吹き出してでそういうふうなのを想像してますまドカーンと落としながらこういうものが出てくるっていうのがあの多いと思います想像すると思いますでえっと実際ですねえっと噴火っていうのは学術的にどういうふうに定義されているかって言いますとこういうふうにですね地下からあの急激にガスとか 火山ガスとかです、ね、あとそのまあ水蒸気とかそういうものと一緒にあの固,形物があの固形物や液体あのマグマと呼ばれる溶けた岩石みたいなものを出すとでそういうものを噴火というふうに呼んでいますで、えー、っとだからまあ多くの噴火の場合多くの噴火というとちょっと語弊がありますけれども皆さんが想像する噴火というとこういう赤いものが飛び出してくるっていうのが噴火のイメージだと思いますその一方ですねあの水蒸気噴火っていうのは あの先ほど見せたような真っ赤な溶けたマグマが、えー、と出てこないあの新鮮なマグマが出てこないような噴火に対してそれを全部合わせて水蒸気噴火っていいます。で、まあ、水蒸気とかお湯などともですねこれはあのつい先日あの4月19日に、えー、と九州の霧島山の硫黄山というところで起きた水蒸気噴火ですけれどもまあ,あのこうど、えー、と水蒸気があのあ激しく吹き上がって。 こういうふ既にある山を崩してこの水蒸気を吹き上げる勢いで崩して、えー、と噴出しているとそういう噴火ですじゃあ、えー、と直感的にです、ねえー、とマグマ噴火、えーとそ,まあ、それはなんとなく噴火するっていうのはわかるかと思うんですけど実はまあこれも非常に難しい問題あるんですけど水が水蒸気噴火っていうのは噴出するわけですねそれが水って噴火するのっていうのが非常に疑問に思うかと思います で多くの水蒸気噴火のメカニズムってじゃあどういうふうに考えられるかと言いますとあの実はですね、えー、と水っていうのはあの水っていうのは噴火するわけなんですでそのことについてちょっとお話します、えー、と我々がいる、えー、とこういう、えー、と大気圧っていうか、まあ、あの平地ですね平地で水を沸かしますと水っていうのは100度で、えー、と水蒸気に変わるっていうのは皆さんよくご存じだと思いますで、えー、と高い山に登った場合そのえっ、ー、と 沸騰する温度がです、ね、低くなって例えばその高い山でご飯炊こうとするとうまくご飯が炊けないとかそういう話っていうのはあのどっかで聞いたことがある人も多いかと思います。であの圧力が下がると水の、えー、と沸点沸騰する温度っていうのは下がるんですが逆に地下深くに持ってってやると1 0 0 ° 100度以上でも水であるの状態でいられるっていうような状態になるわけです。でもしです、ね、そういうういい100度以上の水っていうの水が、 急激に我々の平地こういう大気圧の下にさらされたとしますと一気に水蒸気にな,らな,くな,るような,なれるような温度なんで一気に水蒸気になります。でまあそういうふうなことが起きますと大量の水蒸気が発生するので周りの岩石をふきあの水蒸気の膨張によって吹き飛ばして、えー、と爆発するとそういうことが起きます。でそれが水蒸気噴火なんです。でまあ、ちょっとここにあの水のの状態図というのあの よくリガとかで、えー、と出てくるものを示してますけども、えーとまあえー、と常温の、えー、常温じゃ常圧の、えー、と一気圧ですね一気圧だとここで100度だと,、えー、と水から水蒸気に変わりますで圧力が高いとこだと水なんですけどもこういうところからドーンと一気に圧力が下がると水蒸気になってあの、えー、と爆発が起こるとそういうことですで、えー、とちなみにですね えっと過熱水っていう過剰に熱せられた水っていう名前がついてます。この過熱水がえー、っと悪さをすることで水蒸気噴火っていうのは発生するんです。でそのためですねえー、っと過熱水あの地下にですねあの過熱水っていうのは結構たくさんあります。でまあおあの高温のマグマのによって熱せられて いわゆる熱水系ってあの我々は言葉で呼ぶんですけども、えー、と岩石の中って水があの地下水がです、ね、熱せられて、まあ、いろんなことをしますでそういうものがです、ね、例えばその圧力が、えー、とその熱水系の水がの圧力が高くなって岩脈上に、まあ、熱脈上にビューッと上がってきたりすると,、えー、と減圧することによって、えー、と水蒸気が大量に発生して噴火するそういうことも起こりますでまた、えー、と浅いところにです、ねえー、とそういう加熱水が存在しているものが えと何かの表紙で、えー、と周りの岩石が壊れてしまってで急激に圧力が下がることによって噴火も起こったりすると、まあ、加熱水が噴火するっていうのが水蒸気噴火の,あの主な原因なんですが、えー、とその鳥が、えーまあ、引き金になるも現象っていうのはさまざまなものがあって、えー、となかなか、えー、とそのどういう時にあの噴火が発生するのかっていうのは難しいところがあります。でこう考えますとね あの火山の周りっていうのはまあ水は地下水はたくさんあるし火山の周りっていうのはそういうもの加熱水がいっぱいあるから常に危ないんじゃないかっていうふうに思いますがえと多くの場合はですね急にえと圧力が下がって大量の水蒸気が発生しないとあの爆発するようなエネルギーが持てません。 えとまあ、そういう加熱水が上がってきたとしてもこれあの、まあ、噴気孔の近くで、えー、とこうやって火山のとこに行くとうう高温の噴気孔があってばあばあ煙が出てるようなところこれ火山ガスの調査するためにです、ね、そこにこうチタンのパイプを突っ込んで、えー、と調査してるんですけど、まあ、こういうふうな風景っていうのがあの活発な地熱地帯に行くとよく見られると思います。でこれはですね、えー、と結構こういう状態で安定してて噴火するってことはなかなかないんですね。 でこれはでなぜかっていいますと、まあ、うまくあのバランスして急激に減圧しないで水蒸気になってきれいに抜上に抜けていってしまっているから爆発しないでいるわけです。でこれ気体になっている状態ですけれども、まあ、液体の状態で、えー、とうまく水蒸気はあのどっか他のところに抜けて熱いお湯だけ上がってくると、まあ、こうやってボコ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 ,ボコと温泉よくある温泉場ですねこれ温泉として上がってくると。 だからまあそうもっとこれなここの今までお見せしたやつなら沸点あの温度自体は沸点そのもの1 0 0度前後か水蒸気の中には1 0 0度以上のっていうんで、まあ、爆発するかしないかっていうギリギリのところですけども多くの温泉などは1 0 0 °より低い状態でできてますので、まあ、うまくバランスして冷えて上がってきてるのでそれほど、えー、とあのそういうところだからといってすぐ噴火するというわけではないってことは理解してださいません。 ただですね,、えー、とですねそういうのは非常に微妙なバランスで成り立っても確かでしてこういうふうにですねえっ、ー、と温泉が湧いてるようなところでいきなりこうぶわーっと吹き出してきたりするようなことが起きたりします。うん、こういうのはあのと、えーとですね、突発と呼ばれてるような現象にえなんですけれどもあのあれですね ドドロドロした液体をです、ね、鍋とかで煮てると、まあ、カレーライスみたいなものですねそういうのがいきなり噴き上がってそれは1 0 0度以上にそれもですね加熱水みたいなのがいたずらしてる現象なんですけども1 0 0 °あの100度以上にこう熱せられた液体なんだけども。 水を沸かすとブクブクブクアボクボクアぶくが出てきて水蒸気が出てきますね。でそのあぶくがなかなか作られなくて 100°C 以上にる状態でずっとなっているのが何かの拍子に泡ができてボコッと吹くとその周りがちょっと軽くなりますよね。それで一気に水蒸気が発生してブワッと吹き出すことがあるんです。ですのそれはちょっと温度が下がってやったりするとすぐに収まったりするので。 まあこういうあの温泉のところでもたまにブワーッと吹き上がって止まったりっていうようなことを繰り返す間欠泉みたいなものですねそういうことを起こしたりするんですがえとまあこういう状態になっている時っていうのはまあ非常に境界の微妙なところの状態になっているっていうのは確かですでまあこのまま収まってくれれば噴火というほどの大きさじゃないですかでただですねやっぱりその一気にバランスが崩れますとこうやって爆発するっていうわけです。 これはあの御嶽山の2010年の9月27日にたくさんの人が亡くなった噴火の時あの山頂にたくさん人がいましたのであの写真を撮られたりした人が非常に多かったんですがえっとまあこれでその写真を連続でこう撮られてまあこの方はあの幸い生き残ったんですけどもこう噴石がえとすごい飛んでいくのがこの何本まかの写真をこうやってパチパチパチってやるというのが分かると思います。こうやってて急激にに水蒸気が大量に発生ししますと周りの岩石を突き飛ばして 火山灰や火山弾などを大量に吹き飛ばすってことが起こるわけです、ね、でさてえっ、ー、とですねじゃあこの水蒸気噴火どういう火山で起きてるのかっていうことについて次お話ししたいと思いますあの多くの火山の噴火っていうのはマグマが出るのを皆さん想像してるっていうふうに言いましたけど実はですね数からいくと発生してる噴火っていうのは水蒸気噴火非常に多いんですねこれですね、まあ、噴火の数え方ってなかなか難しいところがあるんですけど まあ,ある一定の基準で1900年からあの2015年まで日本列島で発生した水蒸気噴火についてえとカ,あのカウントしてみましたそうするとですね、えー、とこれ0が1900年ですね90年になってる1900年から2015年間の116年間にえと36年間で116例あったなんかぴったし毎年平均するとどっかの火山で1個の火山は水蒸気噴火を行っていると。 まあ非常にだから水蒸気噴火っていうのは火山噴火だからポピュラーだってことがわかりますでこのように非常に発生頻度は高いですでえっ、ー、とちょっとですね、えー、と話はずれますけれども、あのー、最近噴火が増えてるんじゃないかっていうような話が例えばね噴火しますとマスコミとかで出てくると思いますで、えーとまあ、こういうデータ取るについでに本当に増えてるのかなっていうことであのど,うどのぐらいの 火山が最近噴火してるかっていうのをちょっと数えてみました。で、これちょっとさあの先ほどお見せしたときよりも、りも,もうちょっと時間短いんです。1950年から2016年の間ですね。16年で18年、今現在まで4月まで噴火した火山っていうのをえっ、ー、とある年に何個の火山が噴火してるのかっていう数え方をしています。で、それがその火山の数でこっちが年です。 でその中でも、えー、と非常に大きいあの噴出物量がですね1億粒米を超えるような、まあ、それに匹敵するか超えるようなものの火山の名前と年を、えー、とこのあ火,山火山がいつ噴火したかっていうのを火山名がここに書いてあります。でこれを見てるとあのよくわかるんですけども大体、まあ、ですね日本は年に平均してよこれ30世紀で簡単にすると4.9火山、まあ、5尾よりちょっと少ないぐらいの火山があの毎年噴火してるんですね。非常に多くの火山が噴火山噴しています でただまあ,あの非常に少ない年は二火山でえ多い時には九火山と、まあ、あのかなりばらつきはありますただ多くのものは、まあ、3から6ぐらいの間に入ってくるとで最近、えー、と特にあの噴,火噴,火した後噴火が多いんじゃないかっていうのは特に東北の地震の後に噴火するかもしれないっていうふうにみんな火山の活動活発化するかもしれないって心配していましたがまあ,あのこの地震の後に見てみるとまあえっ、ー、と そんなに増えてはいない。だいたい平均ぐらいで、まあ、この、それ以前のばらつきの中に収まってます。で、まあ実際、あの地震活動に伴って、大きな地震に活動に伴って、あの火山活動が活発化するということはあるんですが、幸いどうも東北の地震に伴って、日本列島の火山っていうのは、あの活発化してないんじゃないかっていうのは、こういうあのデータからわかると思います。で、特にですね、大きい噴火っていうのは、西の島でしか起きてないっていうことも、またそういうことから言えると思います。 でちょっと水上気噴火から話話がが、ずれてしししまままいた水水気気噴噴火火のにを戻す。ですけども先ほどから非常にポピュラーで日本でもよく起こると、まあ、これ世界中でもよく起こっててる噴火でしてある人によると地球上で最も普遍的な噴火であるっていううなことを言ってる人もいますじゃあその水上気噴火っていうのはあの火山噴火の中では一体どのぐらいの規模のものなのかっていうことについてお話しします で火山噴火っていうのはですね、えーとまあ、ここの中に来られるような人はよくご存じだと思いますけどカルデラを作るような非常に大きな噴火例えば阿蘇山とか十、まあ、和田湖ですねそういうところで例えば阿蘇なんかですとこの阿蘇の最後のカルデラ噴火と呼ばれているものは、えー、とマグマをですね600立方キロも出したっていうふうに言われてます十和田湖もですねカルデラ噴火としては、えー、とそれほど大きくないんですけどもあの50立方キロというあの非常に大きな 問題しますこういうふうに火山というのはとてつもない量の,あの、えー、と噴出物をですね放出することがあるんですが、えー、と最近比較的最近起きたあの大きめの噴火ですと新萌えだけど2011年の噴火っていうのなんですけどそれなんかです、ねまあわずか2,000万リュウベイ立方、えー、メーターですねというふうにまあ桁違いにちっちゃくなわけです。こうやっていろんな幅があります。じゃあ水蒸気噴火っていわれるものはどのぐらいの大きさかということを言いますと。 まあちょうどその噴出物量をこの丸で示してますけどもこれから今からここに出します、まあ、こんなもん見えませんね <laughs> まあ見えないぐらいちっちゃいんです大体ですね多くの場合は、えー、っとあの立方メートルで100からあの1万流米ぐらいら火山の活動としては非常に噴出物としては非常に小さな噴火ですただ数多く起ここるということが 特徴です、ね、いろんな火山でいろんな時に起きると。でまあ小さい小さいって言ったらですねあのでもやっぱり非常にあの人間にとっては大きなもんでして、まあ、火口の近くに行ったら先ほどお見せしたようにたくさん噴石が降ってきますしあのそういうことで人がそれに当たったらなくなったりします。でまあこういうふうに山があの火山灰でですね あの真っっ白といううか灰色になってしまうと、まあ、今までの,そのきれいな山が灰色になってしまうというような大きな変化が起きます。というわけでまあ小さいといえどもあの頻度も高いことからなかなか侮れない噴火であるということがよくわかるかと思います。ではじゃあこの水蒸気噴火っていうのは一体あのどういうことが起こるのかってことについて次のお話ししたいと思います。えー、と先ほどから言ってますようにまああの水蒸気噴火ですねこれさっきお見せした写真ですけれどもえっとか 火火火山山がが噴すすると火山灰と灰いうものが降ってきます、まあ、あのこ,れこれ御嶽山のえと噴火直後の写真ですけどもえとこの上であの非常にこの辺でですね非常にたくさんの人が亡くなった場所ですけども非常にこれみんなあの泥みたいに見えるのがその噴火で降ってきたえと火山灰です。でこういうふうにポツポツ落ちてるのはこれがですねまあ大体人の頭ぐらいあるような人の頭からまあ野球のボールぐらいの大きさの 石ですね、こういうのが噴石と一緒に火山灰が降ってきちゃったわけです。で、えー、とこれはもうちょっと離れたところですけども、まあ、こういうふうに泥雨とともに火山灰が降ってきていよく分かります。で水蒸気噴火っていうのの,の特徴なんですけども火山灰が、えー、と当然出てくる噴火に伴って出てくるんですがこういうですね泥っぽい火山灰が降ってくるっていうのが特徴的です。でこれはですねあの先ほど言った加熱水っていうのがあのいたずらして水蒸気噴火が起こるって言いましたけども。 そういうものが存在している場っていうのは岩石がですねそういう過剰に捨せられた水を多くの場合は酸性なのでそういうものと反応して粘土をたくさん作るんですねそういうのが一緒に出てくるからこういう粘土質の火山灰になるというふうに考えられています。だからこういういのが水蒸気噴火では火山灰としては特徴的ですで火山灰はですねあの非常に細かいので風に乗って遠くにまで飛んでいくんですが。 河口の近くはですね。先ほど見たような石がたくさん降ってきます。まあ、噴石と呼ばれるものですね。で、そういうものが建物に当たったりすると、このように激しく壊れたりでこれですと。まだその建物の形はあの残ってますけども。もう壁がボロボロですね。あの。 でもう他の,あの火山の例ですけどもこれは焼け岳といわれるあの北アルプスの南にある火山上高地すぐ脇の火山ですけど1962年の噴火で火口が山小屋のすぐ脇に入っちゃったんですねで今この,の山小屋だから移転してるんですが火口がすぐ脇に入ったから、まあ、噴石いっぱい降ってきて、まあ、もうこれ視力の,の写真で説明されないと小屋かどうかよくわからないから壊れてしまうとこういうふうなことが起こります。というわけで、えー、と防災上はですね あの水蒸気噴火が起きた時に火口の近くにいると噴石がたくさん降ってくるので絶対行ってはいけないということがこれでよくわかるかと思います。でただですね、えー、とどういう理屈かはまだその火山学的にはきちんと明らかにはされてないんですがマグマ噴火に比べて水蒸気噴火っていうのはこの噴石が飛んでくる範囲っていうのは若干狭いんですね。 でそういうことで、えー、と多くの火山では水蒸気噴火のが想定された場合はマグマ噴火に比べて噴石が飛んでくる想定のする範囲っていうのは狭くなってます。というわけなんであの水蒸気噴火っていうのは、えーとですね、火口の近くに近づかなければ比較的安全だということも言えます。で次にちょっと矛盾をする話をするんですけども。 とは言ってもです、ね、実は河口からちょっと離れたところ近い離れたっていうのはまあ1キロとか2キロとかそういう話なんですけれどもそういうところまで、えー、とまあ人間とかですね、えー、とそういうのにたあの被害が及ぶようなことが、えー、とも現象も発生することがありますでそれはですね、えー、と今までにに空から降ってくるものではなくて地を這う流れによるものですで、えー、と御嶽山でですね非常によくあの皆さん認識されるなるんですけど水蒸気噴火による火砕流っていうのが発生するんですね これはです、ね、あの非常に目撃例というのは少なくてあまりきちんと今まであの色広くは認識されていませんでしたで私が調べた限りです、ね、えっり、と、観察記録がある直後があるというのは世界でもです、ね、この8例しかないと、まあ、そのうち1つが御嶽山になっています <laughs> でこれはどういうものかといいますとあの火山灰と火山ガスが血、ね、を這うように流れてくる現象ですちょっとその御嶽山のところのビデオをお見せしたいと思います これ16倍速で早回ししてるんですが、実際よりはかなり速い10倍以上速いスピードで流れ落ちてますけど、このようにですね谷谷とか低いところをですね、えっ、ー、とガスと火山灰があの一気に流れ下ってくるそういう現象です。でこれはですね、えっ、ー、と噴石などに比べてあの遠くまで到達する可能性あります。 まだあの必ずしもえとですね発生するという現象ではないですがまあこういう現象も水蒸気噴火で発生するということはよく覚えてください。で温さんたくさん人亡くなりましたけどあの火砕流で幸い直接亡くなったという人はあの少なかったようで、えーとまあ、その点はえと火砕流,流がですね人がえと亡くなるような勢いや温度のあるもんだったら あのもっとたくさんの人が亡くなったかもしれませんがそれは飛行中の幸いという状態とうことです。でただですね水上噴火の火砕流もうちょっと激しいものもありましてこれはあの,あのまたさっき焼けけの山が壊れたと言い時に別の噴火元大正時代に起きた1915年の噴火の直後の写真ですねでここに火口があってこの火口の周りがなんかこうはげて,て木がですね枝がなくなってこう全部丸裸になってますね。 これはここから発生した火災流によって、えっ、ー、と吹き飛ばされた、えっ、ー、と吹き飛ばされて、えっ、ー、と木の枝がなくなってしまって、でこの辺もですね、実は噴火前は木が生えたみたいなんで、えっ、ー、と木がみんなこう根こそぎ爆風で飛ばされてしまったというような、まあ、あののを示す写真です。で、まあこういう激しいものが起こると当然その近くにいる人たちはとても助からないということなんで、えっ、ー、とまあこういう現象も起こるんだということをよく覚えておいていただければと思います。 でえっ、ー、と火災量ほどではないですけどももうちょっと違うあの流れが出てくることがあります。水蒸気噴火これ火災量はも,もっとふんあの頻度が高い現象なんですけども加工噴出型ラハールって呼ばれる山からですね噴火に伴ってお湯が溢れ出るっていう現象が起こることは結構多いんです。でこれはですね数十日から一年程度続くこともあります。でえっ、ー、とお湯がですねえっ、ー、と泥水まあ泥水ですね泥を含んだそういうのがだーっと流れ下るんで。 えとまあ巻き込まれたら大変ですけども、まあ、あの川の中を、えー、と沢や川の中を流れ込みますのでそれほどあの広い範囲に影響を及ぼすものではないですただ、えー、と谷筋を結構延々と流れまして、えー、とそここの、えー、と谷の中の水とかですね、えー、と泥とかそういうものを、えー、と巻き込んでいきますので。 あのあ泥,泥とか水とかを、ま、巻き込むみたいなそういうところの泥水を使ってる、えー、と農業とか水道とかにです、ね、被害を及ぼすことがあります、えー、とこの写真、えー、とメアカン北海道のメアカンけですね道東にある火山でそこで、えー、と2006年に発生したその火口噴出型ラハールとちなみにですねラハールっていうのはこれインドネシア語でして、えー、と火山学で使う言葉なんですけど、まあ、火山で発生する水を含んだ土砂の流れですね まあ非常に簡単に言うとあの、まあ、火山で発生する土石流すべてをラハールというふうなことですあ呼,ぶようあ呼ぶんですだからそういうわけなんで、えーとまあ、ラハールという言葉こをこの機会に覚えておいていただくとちょっといばれるかもしれません、えー、とでまあちょっと話がそれましたけどメアカンけで噴火が発生しましてでそこ,こ,こに煙が出て火口があるのはそこからですねこ泥水が流れ雪を溶かしてビューッと流れ下っている。 そんなに規模の大きいものでないのでふとまではこれは流れていかなかったんですが今伊黄山あの霧島ですね先ほど紹介した、えー、と4月19日に噴火しましたけどその後結構ですねあの泥水が流れ続けてますで噴火そのものは落ち着いて水蒸気を上げるようなこれもくもくと上げるようなんですけど火口からですね結構な泥水がずーっと出続けてこれ川が、えー、と完全に濁ってしまった。で あのこういう泥水っていうのは非常に温泉と同じで酸性であることが多いんですね酸性の水っていうのはあの稲の生育に非常に影響を与えて育たなくなってしまうというわけであのあの今この下流のところでお米作ってる人たちとか非常に困ってる状態です。 でまあ、そういうわけで水上級噴火ですね、えー、と非常に小さな噴火で頻度が非常にたくさん起こるあのいろんな火山でたくさん起こるということについてお話しましたけどあの今示したように、えー、と実際噴火で起こる現象っていうのも非常にいろんなことが起こります。じゃあこれ、えー、と無秩序にこういう現象起こるのかってことについてちょっとお話ししたいと思います。<laughs> あのこれ御嶽山のえっと噴火の研究えっとこの前の2010年の噴火をする過程で非常によく分かってきたんですけれどもあの御嶽山の噴火っていうのはですねえっと一番初めにえっと火口が新しくあきまして噴石が飛んで火砕流が出たとでこの噴石にあのひ人がたくさん当たって亡くなったというふうな開始をしましたでその後にですねで初めこのえっと噴煙っていうのは非常に乾いていた状態で乾いてきた火山灰が降ってきたんですけども あの噴火の最中ある時期から泥雨がこう混じっっっててて降くるようになってきたんですねでその時には、えーとまあ、あの噴煙はかなりあの他の観測で非常に高いところまで上がってで、まあ、噴石もそんなに出てないような状態だから火口から泥雨が出たっていうよりはなんか上の方から泥まじりの火山灰が降ってきたってことが観察から言いますで、えー、とこ,のこの時かこの後かは正確にはわからないんですが。 えともうだ噴火も収まってもうあの火口から水蒸気を上げるだけのようになったときに火口からですね泥水がどん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 出てきて海流に流れるようになりました先ほど言ってた火口噴出型ラハールってやつですねでこれは御嶽山の場合結構長く続きましてあの1年ぐらいあの泥水が流れて出たということがあの分かってますであのこういうふうなあの噴火水を御嶽山っていうのは行ったんですねでちょっとまとめますとまあ火口が開いて周囲に噴石が飛ぶと。 でえー、と火災でそれで火砕流が発生したと。で、えー、とどうも上昇した噴煙に含まれるあの水蒸気っていうのが噴煙が高くなったこと,ところから泥ラメが降ってきたことから泥、えー、ラメとなって火山灰として降ってきたようなことが分かってます。で最後に加工、えー、噴出型のラハールっていうのが出たってことです。 こういうふうな噴火の推移をたどったわけですけども他の水蒸気噴火の噴火の推移っていうのを詳しく分かっているものを調べてみますと結構似たような推移をたどっているものっていうのがあるんですね。でどっか途中で例えばその火砕流が発生しないとか、えー、と火焗布質型の、えー、とラハールが発生してないとか、まあ、そういう差はありますけれどもあの大体ですねこういう流れをする火山っていうのがパターンが多いんです。 でどうも無秩序にだから火砕流とか加工室型のハロっていうのは起きてるわけではなくて、えっと、それぞれどうも発生するときに理由があるみたいなことが分かってきましたでそれはですね一つは、えっと、火砕流っていうのは、えっと、じ非常に重たいから上がりきれなくて地面を這うように流れてるわけですね。でそうすると物がたくさん入ってる時低温,あの低温で自,自らは熱持ってなくて浮力が持たないあの空気を取り込んでも浮力ができないようなものがたくさん入ってる時に火砕流が発生しやすいです。 でそういうわけでどとども火口が開いて多くたくさんものが出るときにあのそういうふうな上がりきれない噴煙が崩れて火砕流が発生してるたいだたでこれがその本択の場合フェーズ1ってやつですねでその時は出てきたもの水蒸気とかは非常に出始めて高温で、えー、と液体の水が存在しないような状態なんですけども上空にあのその、えー、と暑いからあの雲みたいにブワーっと上がっていくわけですけどもだん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 冷えてくると中に含まれている水がっとが えー、水滴となって雨として降ってくるとで最後に最後の方にあの水蒸気になりくれなかったお湯っていうのが、まあ、何らかの原因で河口からまであの上がってきてラハールとなったとそういうふうなことが考えられます。だどうもその今まで説明してきたような、えー、と現象水蒸気噴火で起こるいろんな現象っていうのはそれなりの、えー、とパターンがあってこういう水位をしていくってことが分かってきました。 でえー、とちょっとまだ時間あるみたいですけどもあの用意してきた話はこれで、えー、とちょっと最後の方に移りたいと思います最後のまとめにあのですねこういう、えー、と噴火の謎を解くっていうのは、えー、と現在の起きてる現在というか最近起きたような、えー、と火山の噴火の研究をすることも非常に重要なんですが、えー、とそれだけですとあの我々の経験したことしかわかりませんでそのため、えー、と過去に発生した噴火現象ってのはどういうものかっていうのを 復元していくことによってて知識を増やしていくってことうに大切になりますでそういうことを行う学問っていうのはですね午前中午前中でこの前にあの岡田先生が地質学のお話をだいぶ詳しくされてくれましたけど、えー、とそういうあの地層の年代を決めてやったりあのとかそういうこと以外にも過去こういう噴火がどうやって起きたのかって調べるっていうのも地質学の証拠の一つです。 でまあ、こうやって外に出てですねいろんな火山の噴出物を観察してでそれがどういうふうに発生したかっていうことをでどんな噴火を起こしたのかっていうことをえ元に火山のいろんなことを知っていくっていうことがその大事な使命ですでここには高校生の皆さんとか若い方もたくさんいると思いますんで、まあ、こういう地質学アウトドア系の学問です。 アウトドア、まあ、それだけではないですけども、だこういうのが好き、あの外に出て、いろいろデータを取ったり。どう、いろんなことの自然現象の不思議さっていうのを調べたいって人は、ぜひ地質学科の門を叩いてください。じゃあ、最後にご清聴ありがとうございました。うん、<laughs> 及川先生、ありがとうございました。た